はい、こんにちは、鬼面ライダーです。ロストジャッジメント続きをプレイしていきたいと思います。どうぞ。来てくれましたか。ええ、もちろんです。おかけになってください。刑事さんから聞きました。沢先生の第一発見者があなただったと。そうです。あなたは事前に沢先生の身を案じてました。私には見えないものが八神さんには見えているんですよね。そのつもりでいました。でも見えていたつもりのものが全然違ってきていたり、俺にもまだ消化できていないことが山ほどあるんです。それは例えば何です？異人町の便利屋で桑名という男がいました。事件の直前、俺はそいつと沢先生の自宅前で鉢合わせています。ではその人が犯人ということで？そうではないと思います。ただ桑名をめぐったごたごたに沢先生は巻き込まれた可能性があります。実は桑名というのは偽名で、神室町の半グレたちに追われていました。 RK というグループで数日前には河合というチンピラを探していたんです。河合は13年前、沢先生の高校時代の同級生でした。どうやらもう私には理解できません。あなたが今日まで調べた情報量は生半可じゃなさそうだ。でも私はもう限界ですよ。方々からの問い合わせにマスコミ対応です。この老体には応えますよ。お察しします。でもやはり一番きついのは若い人たちが次々に犠牲になっていることです。三越葉君の死体発見に江原さんの殺人動画流出、そして今回の沢先生の事件です。私はそれらが別々の事件だとは思いません。どこか深いところで根っこがつながっているんじゃないでしょうか。俺もそう思います。もしその根っこを掘り出すのなら、どれだけの土をかき出せばいいのか想像もつきません。それでも八神さん、あなたには最後まで掘り続けることをお願いしたいです。そして沢先生の無念を晴らしてくれますか。あんないい先生がなんで。まだこれからだったんですよ、彼女は。なんでこんな、あんまりじゃないか。今はまだはっきりした手がかりがないんです。だから根っこを掘り当てられるかはお約束できません。ただ誰が何を言っても、何人で止めに来ても、俺は掘り続けます。そうですか。ここ数日は本当に悪夢のようでした。だから久しぶりですよ、いいニュースを聞いたのは。俺も話せてよかったです、理事長。あとは沢先生の2年2組が心配です。八神さんもよくご存知の通り、少し不安定な子たちがいますから。また今回の件で例のいじめが再燃したりしないか。高田さんのことですよね。わかりました。俺も学校にいるときは気にかけるようにしますよ。そうだな、まあ2年2組で行くか。学校出る前に 2年2組だけは様子を見ておっかな。特にもう
話せないか。まあ、リーチは本当に沢先生のことを心配してたんだね。八神さんじゃないっすか。何しに来たんです？なんかおかしいですよね。八神さんが来た途端、三越葉先生が死体で見つかって、次は沢先生が殺されちゃった。まるで疫病神みたいな。ああ、確かにそうかもな。みんなマジ神器臭くてだるい。沢先生って男子受けは良かったけど、授業は程度低いし、大して面白くなかったし。お前が言うな。少なくとも私は全然一緒に泣けないっすわ。こいつ偽善者っぽい。三越田先生の時はみんなはしゃいだりしてたくせに。化粧が濃いね。お前も黙ってろよ。そうだよ、黙ってろ。せえぞ童貞。こいつはお仕置きが必要だね。んだよ、こうだ。無視されてやんの。八神さん、私たちなら大丈夫です。今はわからないことだらけで、みんな不安定なだけでも、だから沢先生に何があったのか分かったときは、私たちにも教えてもらえませんか？優等生気取り、すかした顔しちゃって何？どうしたんだよ、茜。お前変だぞ今日。前にも言ったと思うけど、俺は探偵でさ、三越葉弘がなんで殺されたのかを調べてた。それで沢先生とも話してたんだ。彼女はその事件との関連で巻き込まれた可能性が高い。だから俺は先生のことも三越葉のことも絶対に全部はっきりさせる。いいよ、どうせネットじゃ三越葉先生完全に悪者じゃん。昔いじめしてたから殺されて当然だったって。そうだな。なら俺のレポートが聞きたくなったら、その時声をかけてくれりゃいい。お前の抱えてるそのモヤモヤ晴らすには、俺の仕事は役に立てると思う。ふん、なんだよ探偵って。ああ、うさんくさ。あいつもしかして、あいつさ、あかね、三越葉先生のこと好きだったんだよね。やっぱりな。ノリも合ってたし、めっちゃ話してたのに、ある日どっか消えちゃった。仲良くしてたつもりが自分の一人相撲だった。おかげでモヤモヤしっぱなし。それで自分にブレーキがかけらんなくなってったんじゃないかなって。それにしたってな。だから今までのこと許してくれって言ってるわけじゃねえよ。自分たちが許されないことしたってわきまえてんなら上出来だ。ごめんな、コーダ。お、これまでしてきたこと全部。まあすぐには受け入れられないよな。一生許されないと思ってろ。それが当然なんだから。そうだな。そうっすね。でもよく謝った。いい顔になったじゃねえか。さてどうするか。あ、まあ様子は見たから。まあ特に話すことはないか。じゃあ事務所戻るかな。あいだ、なんか落ちてんな。謎の歯、いつもここ謎の歯が落ちてんな。
とりあえずつくもの事務所に戻るか、これからどう動くべきかを相談するんだ。じゃあ経験値稼ぎしながら事務所戻ろう。よう、戻ってきたか、タボ。お疲れ様です、矢上氏。高校の様子はどうでしたか？理事長が全校生徒を集めて集会を開いてた。沢先生の件でみんな動揺してる。うん、そりゃそうだよね。昨日先生の部屋から持ち出した卒アルだけど、つくもくんに渡してあるよ。八神さんも後で中見てみたら？あ、みんなはもう見たのか。俺には今も昨夜見たもんが信じらんねえよ。沢先生の仇絶対に取るぞ。だろ、タボ。もちろんだ。あの相馬の野郎はもう完膚なきまりにぶちのめす。海や、撫でてくれてありがとう。お金もらいました。で、あとはつくもとお話しするか。仕事の依頼は、入ってんな。これも動画でやっとくか。経験値稼ぎたいしね。矢上氏が来るのを待っていました。これからやるべきことを話しましょう。よろしいですかな、矢上氏。始めよう。始めよう。沢先生は昨日職員会議中、自宅に空き巣が入ったとの電話で呼び出され帰宅しています。その後の状況から察するに、電話は RK がマンション管理人の名前を語ったものだったと思われます。そして沢先生は RK の連中に囚われてしまったのです。だが RK の目的は沢先生じゃなくて桑名を捕まえることって話だったよな。ああ、阿久津も相馬もそう言ってた。だから多分沢先生は桑名をおびき出すために利用されたんだと思う。なんで沢先生が桑名をおびき出す餌になるんだよ。あの二人はどうつながってんだ？それもそうだけど、同級生かな。そもそもなんで RK は桑名さんを追いかけてんの？カムロ町の半グレが偉人町の便利屋をさ。わからないことだらけだよな。だから俺らが最初にやるべきなのは RK より先に桑名を見つけて話を聞くことだと思う。そもそもあいつは桑名じゃなくて北方ってのが本名らしい。 RK は逆に桑名って名前を知らなかったみたいだ。結局俺らは偉人町の便利屋ってこと以外に桑名のことを何も分かってないんだよ。ちなみに桑名さんは昨日から連絡がつきません。一応留守電には返事が欲しいと言っておきましたが。あいつが便利屋をやってた事務所の場所は？桑名さんって仕事はスマホ一つで撮ってたみたい。だから名刺にも事務所の住所とか書いてなかったんだよね。そうだ、海藤さん、さっき桑名さんと飲み歩いた店に何件も電話してたでしょ。あの人がどこに住んでたかって。おう、でついさっき分かったんだがよ、どうも桑名のやさは中央通り西にあるプレハブみてえな家らしい。仕事の依頼料が高え割にはえらく汚いとこで寝泊まりしてるんだと。そこまで分かったんなら、まずはそこに行こう。そう来なくっちゃな。つくも、話の続きは後だ。なかなか腰が落ち着きませんな、矢上氏は。本当だよ。じゃあ桑名が寝泊まりしてたっていうプレハブ小屋行こうか。どの辺だろう。意外と近いな。よし、行こう。ここか。ここ
桑名のねぐらって。ああ、そうらしい。なるほど。モグリの便利屋って感じの家だ。ミミズ。こんなアスファルトの上に。こっち入れないか。え？こっち柵あるけど、あ、行けんのか。なんだよ、どうした。こじ開けた跡ある。ドアが壊されてる。バールか何かでこじ開けられたんだ。あいつらか。なるほど。誰かが一足先に来たんだとしたら RK の連中だろうぜ。ろくでもない。今クーナを追ってるのは奴らと俺らだけだ。ほっこりがすごいな。完全に先を越されたな。こんなところで仕方ねえ。住んでんだ。RK も頭数だけは揃ってんだ。人海戦術で来られりゃ競り負けることだってある。桑名は多分夕べからここに戻ってないんだと思う。自分が追われていると気づいてどっかに逃げたはずだ。下手するともう偉人町からも出てったかもしれない。じゃあ俺らはここで何をすりゃいい。あいつの本名は喜多方ってことだった。だとしたらなんで偽名を使わなきゃいけなかったのか正体が知りたい。そこから沢先生との接点が見えてくるかも。要は桑名の正体を知る手がかりが欲しいってことだな。俺が言いたかったのはまさにそれだよ、カイトさん。桑名の正体を知る手がかりがいる。まだここに残っているといいんだけどな。あるかな。これは食べえな。カップラーメンの食い残し、少しは片付けろっての。実はこの部屋荒らされる前から散らかってたんじゃねえの。なんだ。漫画や雑誌が掘り出されて置いてある。こういうとこに人柄がにじみ出ちゃうね。ん？ん？じゃないよ。俺の頼れる相棒カイトーさんだ。腕っぷしが強くて、あとはたまにすごい勘が鋭い。本当に鋭いんだよね。これはビール。この辺は RK に荒らされたんじゃなくて、もともと散らかってたっぽいな。そうだな。これは上路。不用品出張回収。便利屋ってこういう仕事が多いのかな。あ、そうか、便利屋だから裏社会に顔が利くとか言ってたがよ、実態はこの手の仕事がメインだったのかもな。雑用全般何でもやる。不用品回収にペットの散歩、配管修理、うちと似たようなもんだね。便利屋名乗るかそんなことやってるんだ。探偵名乗るかの違いだけでさ。バケツ。こんなにいっぱいバケツが何に使うんだろう。便利屋も大変そうだ。バケツリレーとかすんのかな。ブレーカー、ゴミ。ゴミ捨ててねえのかな。これはこれはこだ。これクワなのかな。どうだろうな。あいつが吸ってたのは確か電子タバコだ。あ、そうだな。まあでも気分によって火のタバコも吸ってたんじゃねえか。確かに両方吸い分けてる人はいるね。タバコね、どっちも嫌いだな。これはなんだ。カップ酒の飲みかけ。あ、酒か。なんでこう半端に飲み残すんだろうな。そしたら矢探しされてもこんなぶちまけらんなかったろうに。タボ、ここの床まだぐっしょりしてるぜ。ってことはそうか、
ってことはまだこのカップ酒が倒れてから大して時間が経ってない。そういうことだね。俺らより先に誰かここへ来てたとして、それはついさっきだったってわけだ。大丈夫かな、囲まれてない。灰皿か。灰皿だ。でもなんか妙だな。何がだ。この部屋の中、食い残し飲み残しが目につく割に、この灰皿は随分綺麗じゃない。そうか。そう言われてみれば。これは使った形跡はないっぽいけどな。怪しいな。吸い殻が溜まっててもおかしくないね。確かに綺麗かもしんねえが、それがなんだ。たまたま洗いたてだったんだろ。洗いたてっていうか、しばらく使ってない感じだ。ああ、また消した。ほこりが溜まってるよ。ほこりか。で、それが桑名の正体を知る手がかりになるのか。なるかもしれないし、ならないかもしれない。ちょっと気にしすぎだったかな。いや、少しでも不審があれば気にしとくべきだ。ってことはタバコを吸ってないってことか。それなのにタバコの箱はあるんだよね。ざっと見たけどやっぱり来るのが遅かった。桑名を調べるには他の場所を渡る しかないか。よう、待てってタボ。桑名を追いかけるにはまだ材料が足りねえ。このまま手ぶらで帰っていいのか。めぼしいとこは調べたつもりなんだけど。一度調べたとこでも見え方が変わることだってある。ここを出ちまったら桑名を探す手がかりは他のどこにあんだ。一度調べたとこでも見え方が変わる。そんなもんがこの部屋にあったかな。タバコか。このタバコ、改めて見ると気になるな。普段桑名は電子タバコを吸ってるし、部屋の灰皿はあまり使った形跡がない。そう、それどういうことだよ。このタバコ、多分桑名は吸ってないんじゃないか。吸わねえもんがなんでここにあるんだよ。だろ。だからもっと詳しく調べるんだ。なんか入ってる。これは、ん？ん？あれ、このライター。なんだよ。ライター。お？あ、USB。USB メモリーだ。そいつをライターに偽装してた。おお、こいつは当たりじゃねえか。なるほどね。わざわざこんな風に隠してたってことは、桑名にとってよほど大事なもんだぜ。問題はこの中に入ってるデータだ。パソコンがあればすぐに見れるんだけどな。つくもんとよし、そうと決まったらつくもんとこに戻ろうぜ。収穫はあったみたいだな。ここはもう十分だ。出ていくとしよう。いるじゃない。灰皿はヒントだったんだね。まあ意図したヒントじゃないと思うけど。すっかり暗くなっちまったな。これ出てくるパターンだろ。あ、なんだよタボ。ほら来た。来てる。あ、待ってかよ。もしかして RK か。ああ、桑名を追いかけてんのは RK か俺らくらいなんだろ。相馬とアクスがいねえ。こいつら下っ端だぞ。よかったじゃん。もし相馬がここにいたら、俺は自分を止められる自信がないよ。そうだよ、絶対あいつは許さねえ。いや、俺もだ。気が合うね。お前らの中に話のできる奴はいるか。相馬と阿久津はどこにいる。これから死ぬやつと話すことなんてねえよ。お前な。そっか、そっちがそのつもりなら俺らも遠慮なくやれるな。終わりです。
相馬と阿久津はどこにいる？あいつらと話をさせろ。こっちからは連絡が取れねえんだ。あの人たちとの連絡はいつも向こうからの一方通行だよ。そんなこったろうと思ったぜ。そんなことだ。RK の大半はただの駒でしかねえ。ああ、でももっと言えば多分相馬も現場の駒で誰か黒幕がついてるんだと思う。そうだろうね。ハングレは金にならない仕事なんてしない。なのにわざわざアウェイの偉人町で殺しまでやってんだ。誰か操ってんのか。つまりでかいスポンサーによほどの条件を出されてるってことか。ああ、そうでもなきゃ相馬たちがこっちで暴れ回る理由がない。じゃあその RK の黒幕ってのは。そいつが誰かは分からないけど何がしたいかは分かる。なんだよ。桑名を捕まえることだよ。 RK はそれに従ってんだ。そして沢先生はその巻き添えになったんだと思う。そうかい。なるほど。くそ、絶対その黒幕を引きずり出してやる。ああ、俺らが桑名を追いかければいつか勝ち合うはずだ。で、今その手がかりになるのがこいつなのかも。 USB か。じゃあ早いとこ入ってることやら、スクモンとこに戻るのが良さそうだな。ん？なんだ？何なんです？あんたら桑名さんの知り合い？ええ、まあ。そこの倒れてるのは？あれはゴミです、うん、ただの酔っ払いですよ。目を覚ましたらちゃんと家に帰るはずです。なるほど。なるほどな。そりゃいいや。あの、失礼ですが桑名をご存知ですよね？お隣さん。そうね、10年以上隣に住んでるから。桑名さんは便利屋さんだし、うちで何か手が足りないときは手伝ってくれてたよ。お題はうちの日替わり定食でね。なるほどね。この夫婦は桑名のお隣さんってことか。実は昨日から桑名と連絡が取れないんです。どこかあいつがよく顔出すところって知りません？そうだな、それなら彼が横浜に来た頃いろいろ世話してくれたっておじさんがいるんだよ。東園の親戚とか言ってたかな。昔屋さんだったけど足洗ってからはずっとバーをやってるんだ。そのおじさんが町の人に桑名さん売り込んであげてた。へー。桑名はここで便利屋始める前は何をしてたんです？へー、どうだろう、普通に会社員とかじゃなかったかな。そういえば聞いたことなかったかも。桑名の桃園ってのはどこでバーをやってるんだい？ああ、それなら清廉って店で、中華街の方だ。2、3回俺も飲みに行ったよ。中華街か。昔は屋さんでも今は丸くなっていいおじさんだからね。なら俺らもそこに行ってみるかな。次は RK に先を越されたくねえ。急いだ方がいいだろうぜ。お話どうも、お騒がせしました。いや、別に行って。じゃあ中華街にいるっていう桑名の世話したおじさんに会いに行こうか。あそこか。ここは一番近いね。まあ相馬と阿久津もただの駒なんだろうね。さらにその上に黒幕がいるはずなんだけど、多分あの人じゃないかな。よし、なんとか見つからずに入れたな。青年、ここだな。タボ、桑名の桃園ってのがマスターをしてるはずだ。すいません、お邪魔します。なんか荒らされてるな。またもぬけのからか。なんか店の中荒れてるね。
矢探しされたってほどじゃないけど。ああ慌てて夜逃げした後みてえだ。じゃあここのマスターももうどっかに逃げた。だとしたら勘がいいな。そのうち RK の奴らも桑名を探してここに来るはずだ。この店って今どういう状況なんだ？マスターはいないのかな？出発するか？いや、まだ調査しないとね。ん？電話？電話か。なんで？ここ店の名前セイレーンだったよね。あ、ああ、罠か。相馬、後ろ。はい、セイレーンですが。あ、相馬、よく避けたな。でも残念、アイスピックは女用なんだ。カイトさん、やめろ。 RK が何のイニシャルか言ったっけ？知らねえ。カイトさん、レッドナイフ。うわ、ダッサ。やろ、そんな。ここのマスターは鼻が利くらしいな。まんまと逃げられた。お前が間抜けなんで沢先生を殺した？まあいろいろ知りすぎちゃったからな、あの先生は。なんだと？お前らもそう。もう捨てておけないとこまで来ちゃった。この間はヘマしたな。俺を殺し損ねた。反省してるよ。阿久津に任せた俺のしくじりだ。マヌケが。そしてお前はここまでだ。ここで潰してやる。カイトさえいなきゃお前一人わけないよ。そう思うか。ボッコにしてやるよ。せいや。こいつの武器外せないかな。ちょっと待って、準備してこなかったからね。何にも出るとは思わなかったから、まさかこんなにすぐ戦うとは思わなかったな。からでも来な。いや、体力ゲージの色よ。紫か。ちょっとまだ支度してこなかったからやべえな。どうせならね、最強状態育ててこいつフルボッコにしてやりたいからね。どっからでも来ない。え、もう赤くなんの？いていていて。死んじゃう死んじゃう。こいつマジムカつくな。あ、いけそうだな。調子に乗るなよお前。うわ、やべやべ、死ぬ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 。武器持ってなきゃ余裕なんだけどな。マクロシ食いまぐってやる。次は何をしてくれるんだ。そんなに俺の原骨が欲しいのか。普通は、まあ、阿久津ほど攻撃力はないか。いった。こいや。やべやべやべ。やられる前に回復。
これはまだ使うのもったいないかな。多分こいつがラスボスになると思うからね。最後は思いっきり屈辱的な勝ち方をしたいからね。こいつに屈辱与えないと。とりあえず様子を見てみよう。いい顔になれたんじゃないの？どうした？来いよ。お望み通り来てやれ。少しは見れた面になったか？気持ちいい。やっちまえ。こいつ本気出してねえな。やっぱ再生ありそう。あ、頭打った。ああ、結構やるんだな。驚いたよ。カイトより先にお前を刺しとくべきだったかも。これは再生あるね。揺れたからな。足に来てるだろう。立てるようになるまでちょっと時間がかかる。暴れると痛い時間が長引くぞ。そういえば沢先生の時は一瞬だったな。なんだとこいつはもう本当に最強状態で潰してやらないと気が済まんねん。誰だ？人の店で何をしてる？あ、マスターか。あんた、ここのマスター？ああ、桑名君の知らせでお前らが来る前に逃げることができた。俺はもうその店に二度と戻らない。俺らはその桑名さんと話がしたいだけなんです。そんなに怖がらないでくださいよ。若い女性を自宅まで押し入って殺したそうだな。なら70過ぎのじじいはもっと躊躇なく殺すだろう。八神さんに電話を代わってくれ。さもないと殺に通報する。あんたがなんで八神と話したがる？グズグズするな。今110番のダイヤルを押し終わったぞ。お前に用はない。ここのマスターがお前に代われって。なかなか交渉がうまいマスターだね。あ、もっとヤクザだもんね。悪いけど話は後だ。すぐ店の前に救急車を回してくれないか。相棒が腹を刺された。何？頼む、急いでくれ。なんとか危険は切り抜けたか。ああ、そうか、カイトさん離脱しちゃうのか。はい。ご希望通り、相棒の彼はこれで大丈夫だろう。俺は今、あんたを遠くから見てる。番号は、クワナから聞いたのかな？探さなくていい。今そこで会うつもりはないんだ。サバイバーというカラオケスナックがあるんだが知ってるか？あ、知ってる。この街では一番安全な店だ。川沿いのスナック街にある。俺は、あなたに桑名のことを聞きたくてセイレーンに来ました。でもあなたの方も何か俺に用があるってことですか？あんたが一人で会いに来てくれるならそこで話すよ、八神さん。ただ俺はサバイバーにもそう長いはしない。今から10分以内にあんたが来なければ姿を消して連絡も絶つ。時間制限せかすんですね。10分のカウントダウンはもう始まっている。スナック街の
サバイバーですね。そうだ。すぐに向かいますよ。ではまた後ほど。すぐ近くに行ったんだ。出してくれ。こんな近くにいたのか。10分以内か。あ、まあスケボー使ってもいけそうだな。カムロ町の半グレ集団 RK が追うのは便利屋桑名。星稜高校の英語教師沢陽子とも接点を見つけるべく、八神は桑名の正体を探る。やがて浮上してきたのは、桑名を偉人町の人々に仲介したというバーのマスター。彼は誰も知らない桑名の過去を知っているはずだった。だいぶショーが進むの早くなってきたね。俺はってことはあなたに桑名のことを聞きたくて精霊院に来ました。いよいよ大詰めか。あなたの方も何か俺に用があるってことですか。あんたが一人で会いに来てくれるならそこで話すよ、八神さん。ただ俺はサバイバーにもそう長いはしない。今から10分以内にあんたが来なければ姿を消して連絡も絶つ。サバイバーは川沿いのスナック街の店だ。急いで向かわないと。ちょっと距離あるか。まあこの俺のね、最強スケートボードを持っていけば楽勝っすよ。龍が如くセブンでもおなじみのサバイバーですね。スナック街のサバイバー、この店で間違いなさそうだな。前に来なかったっけ。柏木さんみたいな人がマスターやってんだよね。八神さん、よく来てくれた。あ、来た来た。セイレーンのマスターですか。ああ、カウンターで話そう。来てくれ。元ヤクザか。カラオケしません。いらっしゃいませ。とりあえず一杯飲もうかな。あ、冷麺あるね。マティーニいただこうか。いただきます。まあ、俺もそんなに酒強くないけどね。ありがとうございました。梅酒で酔っちゃうからね。カムロ町の探偵さんなんだってな。ええ、そちらは桑名の遠縁だって聞いてます。失礼ですがお名前は。あんたと会うのはこれっきりだ。名乗るつもりはない。ただ桑名君から見ると俺は義理の叔父に当たる。誰にだって親戚の中に一人はいる半端者。それが俺だ。元ヤクザだからな。横浜でですか。ああ、青龍会って組だ。あ、青龍会か。組を抜けてから今日まで20年、町で店をやってた。詳しくは。それがさっきのセイレーンですね。リーガーごとくセブンをね。あなたが一日出てったらあの店はどうするんです。ふん、そいつは余計なお世話だ。失礼しました。あんたは探偵だ。人に物を聞くのが仕事なんだろうよ。さっき親戚と言ってましたけど、桑名というのは偽名だったと聞いてます。ほう、そこまで調べてたか。あいつがベラベラ喋ったからな。
桑名がずっと偽名だったとして、ここからどう話を展開させようか。選択型か。あいつの本名も喜多方でした。実は俺も偽名なんです。あいつは昔どんな子供でした？あんたら怪しすぎませんか？これは失礼だな。これかな。あいつの本名は喜多方でした。神室町から桑名を追ってきた半グレたちがそう呼んでいたんです。私にその答え合わせをしろというのか？そんなつもりで来たわけじゃない。じゃあどういうつもりで俺をここに呼んだんです？ああ、実はさっき桑名君に頼まれて彼の事務所に行ってきた。あるものを回収してきてほしいということでな。あるもの？まだ全部吸い終わってないタバコだ。中にライターが入ってる。だがそれは誰かに持ち出された後だった。それってただのライターじゃないですよね。先に持ってっちゃった。実際はライターに見せかけた USB メモリでした。やはりあんたが持ってたんだな。こいつを回収するよう桑名から頼まれたんですね。桑名君としては他人に見られたくないデータが入っている。俺に渡してほしい。中に入ってるデータって何です？教えたらここで渡してくれるか？いえ、中を確かめてみないことには。そうだね。桑名君は追い詰められている。だからこの老いぼれをここによこすしかなかった。俺にできるのはあんたの恩情にすがってそのライターを渡すよう頼むことだけだ。もう力ずくでは奪い取れん。正直乱暴に来られるよりそう言われる方が揺らぎますけど、ね、どうしてもこれを渡せというならせめて桑名に会わせてください。あいにくだな。彼はもうこの町を出て行ったよ。何かあればすぐ身一つで逃げ出せるように備えていた。身軽な分逃げ足も早いな桑名は。でもそうなるとますますこのデータは渡せない。まあ、重要だもんね。じゃあこれはお渡しできません。彼を追ってきた半グレの巻き添えである学校の先生が犠牲になった。そうだよ。名前は沢陽子さん。まだ若い熱心な女性でした。もともと俺が調べてたのはその学校の教育実習生が殺されたって事件です。その線をたどって沢先生に話を聞こうとした時、彼女のマンションでなぜか桑名と出くわした。あなたは沢先生をご存知でしたか？さあな。知ってるな。あなたにもわからないんですか？神室町の半グレがなんで桑名を追うために沢先生のところへ押しかけたのか、そして桑名と沢先生をつなぐ接点が何なのか。わからんね。だとしたら今俺の持ってる手がかりはこのデータだけなんです。桑名にとってこいつが大事なら代理じゃなく本人が俺に会いに来るべきでした。渡さないよな。そうせめてやらんでくれ。彼に裏社会で生き延びる技を教えてやったのは俺だ。ん？桑名も以前はヤクザだったということですか？いや、元は真っ当な堅気だった。だがある事件があって、日の当たる世界では生きられない人間になったんだよ。それでセイレーンにいた俺を頼って偉人町にやってきた。便利屋家業を進めたのは俺だが、あの子はとても前向きに裏社会に染まっていった。前向きにですか？皮肉で言ってるんじゃない。裏社会を学ぶことに強い目的意識を持っていた。目的意識？何の目的です？ライターの中身を見ればいずれわかる。桑名君の目的も彼が何者なのかも
たなら突き止めるだろう。これ以上俺にあんたと話すメリットはない。あなたをこのまま行かせてしまっていいものか悩みます。腕ずくでこの年寄りを捕まえておくか。やめた方がいいな。この店でそんな真似は許されん。ここが一人町で一番安全な店でしたっけ。ああ、この町で最後に話せたのはあんたでよかった。まあ、元ヤクザとはいえいい人だよね。ライターの中身を見れば桑名のことがわかる。つくぼんとこ行って中を見てみよう。何が入ってる。じゃあつくぼんとこ行こう。中身を確認しないとね。八神。誰だ。ん、あ、あれ、あんたハンピンリューマンのデッサ君。東京から随分お友達を連れてきてくれたな。RK か。やっぱりよそ者は信用できねえ。何の話だよ。ちょっと待て。お友達ってもしかして RK のことだとしたら、あいつらはそんなんじゃ。あ、こいつのか。あ、勘違いされてるな。おい鉄尊、だから誤解なんだって。やんのかい。ここからでも来な。おとなしくしてもらう。こいつ強いんだよね。周りから、あれ？こっちをそれなりに場数踏んできたからね。あの時とは違うぞ。モンハン落ちてんな。使うか。どうしたテスト君。せっかくだから使おう。あ、間違えた。これ苦手。もっと楽しませろ。いて、やっと本気になったか。弁当食って、早く立て。背後を取りたい。あれ出ないな。受け流しした後にヒートアクションが出るやつあんだけどな。よし、決まった。あ、今出たな。やべ、死ぬ死ぬ死ぬ。おでん爆食いしよう。後で相手してやるから、ちょっと待って。後で相手してやるって、やっちゃおうか。
最後に会いたかったけどな。さあ来いよ。行って。よーし。あ、いい動きすんな。あ、それバレた。おしまいです。警察何やってんだろうね。くそ。5回だって。また誰かに俺を襲えって雇われたのか。別荘。カムロ町のハングルが我が物顔で街を歩いてやがる。歩けか。そうかと思うや。若い女の先生が自分家に押し込まれて殺された。あ、そういうの。どうなってる。偉人町で何が起きてんだ。あ、一応そういうの気に入らないんだね。そこで怒るまではまあわかるよ。けどだからってなんでいきなり俺を襲うんだよ。そうだよ。お前に優しく聞いてやる義理があったか。殴って痛い思いさせるや。知ってること全部吐く。あんたもっと身内以外にも優しくした方がいいって。そうだぞ。いえや、八神、カムロ町のよそ者たちが何をしてる。よく分かってないのはこっちも同じだ。ただ少なくとも俺はあんたらの敵じゃない。殺された沢先生を知ってたんだ。俺が事件の第一発見者だった。犯人はRK のリーダーで相馬って男だよ。くそ、マジかよ。奴ら何しに偉人町に来た。わざわざ何十人もで女一人殺しに来たのか。 RK は桑名を追ってんだ。知ってるか、便利屋の。ああ、知ってる。でもなんであいつが RK に追われてんだ。今それを調べてるとこだよ。おかげで RK と勝ち合って、さっきは相棒が腹を刺された。そうかと思ったら今度はあんたらに囲まれて全然調査がはかどらない。ひったくだよ。なるほど、分かってくれた。今この場で俺が言えるのは一つだけだ。ん？ RK がこの町にいる間だけお前は俺を兄弟と呼んで構わない。何言ってんのこの人。なんだよ急に。もちろん俺が兄貴分だ。それって喜んでいいの？俺の兄弟分なら今後ハンピン・リューマンに襲われることはない。お前に手を出す奴がいればそいつらはハンピン・リューマンにとっても敵だ。俺はおっと、偉人町が俺らの町である限り女子供に手出しする輩は絶対に許さない。まあ、やっぱそういう義理はあるんだ。お前もそう思うだろ兄弟。急に距離縮めてくるんだね。仲良しになっちゃった。付け加えるとお前が兄弟分になるなら俺もこの人数で返り討ちにされた面目が立つ。そういう意味もあんだね。なるほど、そういうことか。 RK のことで何か分かったら俺にも教えてくれ。特にその相馬ってリーダーの居所だ。それさえ分かりゃあとは俺らに任せろ。女先生の敵は取ってやる。なぶり殺しにしてな。心強い仲間が加わってくれたね。まあ龍が如くセブンでもね、ハンピーリューマには気のいいやつもいるんですよ。じゃあ、あのデータの中身早速見ないとね。あ、ちょうど今連絡しようと思っていたところですぞ八神氏。セイレンでカイトーさんが刺されたとの情報が。本当なの八神さん、何があったの。ああ本当だよ、全部話すから。ただその前に九十九に調べてほしいもんがある。何？桑名のアジトで USB メモリーを見つけた。ライターに見せかけて隠してあったんだ。すぐに中身が見たい。いよいよか。じゃあカイトさん、その相馬ってやつに。
脇腹をナイフで刺された。桑名を追いかけてて相馬と勝ち合ったんだ。俺も正直危なかった。相馬一人にやられるとこだったの。八神探偵事務所か。ああ。で、俺はその後桑名の遠縁だっていうマスターに呼ばれて、その USB メモリーをよこすように言われた。その中を見れば桑名の正体と目的がわかるらしい。今開いてみましたが、中身はデータファイルが一つ入っているだけですな。内容は？動画ですね。内容はこれから再生してみましょう。いいですか？動画か。なんだろう、すごいドキドキするんだけど。いよいよ見える時が来たな。桑名が大事に隠し持っていた動画だ。一体どんなものが映っているっていうんだ？フルスクリーンにします。